皆さんこんにちは、ヒデです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は6月の24日、ブドウの薬害が出てからですね、10日ほど経過しています。現在の様子を見ていこうと思います。はい、えー、まずこちらがヒムロットシードレスです。今回のですね、 薬害の発端になったですね。肌荷の被害。そちらが出てしまったので、予定にないですね。マラソン乳剤を、スミチオン乳剤とオーソサイド水和剤と混ぜて3種類で散布してしまったと。その結果が今回の薬害につながったわけなんですが、現在どうなっているかというとですね、えー、こんな感じで、 やはりですね、つぶつぶ出てしまってます。これですね。これがですね、肌荷による被害だっていうことがですね、ようやく今年分かったわけなんですが、マラソン入剤をですね、まいてから、この黒いつぶつぶっていうのはですね、止まりました。やはり肌荷の被害だったということみたいですね。 そして、薬害の方なんですけど、こんな感じですね、現在。だいぶ汚れは取れたんですけど、こういう形でですね、下に、部分に汚れが残ってます。これなんですけど、水をまいてですね、ある程度経った後に、例えば、濡れたティッシュとかで拭くと取れます。なんですが、そうするとですね、一個一個拭いていかなければいけないので、 かなり厳しいですね。私は趣味なんである程度やれますけど、本業でやってる方はこんなことやってられないと思います。ひとまずですね、ヒムロットの方は現在こんな感じ。今年は綺麗な房を取る。それを目標にしていたわけなんですけども、肌にと薬害でね、ちょっとどうしようもないですね。まあ汚れが少ない房も いくつかあるんでそちらをですねここは残してこういうちっちゃくてですね汚れがひどいものそういったものはもう落としてしまうかなと考えてますはいじゃあ次のブドウ見ていきますはいこちらはシャインマスカット3年生ですねこちらはですねだいぶ綺麗になってきました シャインマスカットは皮ごと食べるブドウなんで、なんとか汚れを落としたいところです。まあこういう形でね、まだちょっと残っているものもありますが、ヒムロットに比べるとですね、シャインマスカットは汚れが随分落ちたなぁと思います。ただこんな感じでまだ残ってますね。これもですね、水をまいて、 ある程度、時間が経った後にですね拭けばティッシュなどで拭けば取れます可能な限りね、あのー、身を触らないようにということで水まきでやってきたんですけどもこうやってどうしようもなくこびりついたものに関しては手作業で取っていくしかないのかなと思います、うん、今回の薬害はですね幸いなことに本当に表面 身の表面に汚れが付着しているだけなんでこういう形で取れてますけど薬害で川までね行ってしまっていたらもう今年のブドウ栽培は終了だったなと思います、うん、この辺りも随分綺麗になりましたそして身も随分肥大してますね本来ならねもうとっくに 袋掛けまで終わっているはずなんですけど、薬害を出してしまったので、袋掛けができてません。今のところね、病気などは出てませんが、これから先はちょっと分かんないですね。今年は防除頑張ってたんですけど、結局、ずっと水で流しているんで、完全に今、無防備な状態です。これからどうなるのか、ちょっと分かりませんが。 袋掛けの方をですねギリギリまで待ってその間にね可能な限り汚れを落としたいと考えてますはいじゃあ次のブドウ行ってみますはいこちらは BKC ドレスの現在の様子先日適流を終わらせましてその後実が肥大してきているところですこんな感じですねまだ BKC ドレスはですね今回 一番汚れがひどかったんで、まだこんな状態です。かなり綺麗にはなったんですが、どうしてもね、この下の方に汚れが溜まってますね。ちなみに b k シードレスは一度もですね、えー、まだ、こう、濡れたティッシュなどで拭いてはいないんですよ。ずっと水をかけていた、そういう状態ですので、ここから水をかけて、 この汚れを取っていけば、まだかなり綺麗になるとは思います。本当こんな感じですね。どんどんこうやってひび割れてポロポロ落ちていくんですけども、ちょうど時期的にですね、BKC ドレスは身が肥大する時期だったので、ボロボロ取れてるって感じですね。 本当はこちらもね、とっくに袋掛けしてる予定だったんですけど、うん。これが残ったまま袋掛けしてしまうと、おそらくもう取れないであろうと思いますんで、ちょっとギリギリまでね、こちらも汚れ取りを頑張りたいなと考えてます。うん、まあ、黒系で皮を食べる品種ではないので、いいと言えばいいんですけども、 なんかね、あのー、このまま残しておくと、劣化の原因にもなりそうな気がしているので、極力、と、汚れを取ってから、袋掛けしたいな、と思います。えー、ちなみにこちらはジベレリニアケですね。そしてこちらが、薬害で汚れたところですね。うん。粒の肥大はしてますが、 やはりこうやって汚れが残っているところのね、肥大がちょっと遅れているような気がするんですよね。このまま置いておくと最終的に終盤に割れてしまいそうな気がしています。うん、こちらは汚れが少ない房ですね。うん、こんな状態ですね。綺、う、麗、ん、な房は綺麗なんですけど、 まだ汚れが残っているのはこんな感じ。この白いのはね、完全に水和剤ですね。これはジベレリン未処理の差なんですが、これは汚れがひどいんで落とすかもしれないです。ちなみにこちらはピッテロビアンコなんですが、こちらはですね、ほぼほぼ汚れがないんですよね。おそらく、えー 薬剤を散布した時にまだね、身がちっちゃかったんで、その影響ですね。身がある程度大きくなっていたブドウほど被害が大きかったです。BKC ドレスが一番ひどくて、次がヒムロット、そしてシャインマスカット、そしてピッテロビアンコ、そういう感じですね。はい、いかがだったでしょうか。ブドウの薬害発生から10日後の様子をご紹介しました。 今まで3回、葡萄の薬害に関する動画の方を投稿してきましたけども、ここで1回ですね。もし薬害が発生してしまった場合に、果実の汚れ、そちらをどうやったら効率的に落とせるのかについてまとめておきたいと思います。まず最初にお断りさせていただきますが、今からお話しする内容というのは、すべての薬害に有効とは限りません。 薬剤もですね、何百種類ってありますし、さらにこう、複数の組み合わせってなるとね、さらに種類が増えてきます。薬が変われば症状も変わる。症状が変われば対処も変わってきます。ですから、今からお話しする内容を実践されることで、もしかしたらね、薬害がもっとひどくなってしまう可能性もないとは言えませんので、そこは自己責任の範疇でご判断してご活用いただければなと思います。 はい。それではお話ししていきますね。果実の汚れを落とすための方法として大きく分けるとね、3つのポイントがあるんで、それそれぞれお話ししていきます。まず1点目ですね。ブドウの薬害が発生してしまった時にはですね、可及的速やかに、とにかく早く汚れが付着した部分を綺麗な真水で洗い流す。これがですね、非常に大事なポイントだと思います。 特にですね、最初の一週間ですね、その最初の一週間に集中して、汚れ落としするのが大事ですね。それを過ぎてしまうとね、かなりね、汚れが落ちにくくなってくるんで、もう本当にね、薬害が出てしまったことを確認したら、早く真、まあ、水で流してあげてください。今回ね、私は、えー、薬害が出たこの房にですね、 噴霧器を使って水をかけました。それから1、2時間置いてね、またその水を洗い流すという作業をやったんですけども、もし可能であれば、この房に対してですね、とにかく水をずっと流し続ける。それができればベストかなと思います。というのも、薬剤に含まれている海面活性剤や転着剤っていうのはですね、メーカーさんによるとですね、 数時間の雨に耐えうることができると言われているそうです。裏を返せば数時間を超える雨には耐えられないということになりますんで、この薬害で汚れが付着してしまった場合はですね、とにかく水をバンバンかけて、その付着した海面活性剤などを洗い流していく。それが大事かなと思います。そして2点目。 基本的にはですね、こう、真水を流すことで綺麗にしたいわけなんですけど、どうしてもね、汚れの付着がひどい場合、その場合はどうすればいいかというとですね、まずこう、房の方を水で湿らせて、しばらく置いた後に、えー、このですね、十分に濡らしたキッチンペーパーやティッシュペーパー、そちらを使って、身の方をですね、一個ずつこう、撫でるように、 いいていく、すごく地味で手間と時間がかかる作業なんですけども今回ねそれやってみたらね非常に効果的でした特にシャインマスカットなどは皮ごと食べるブドウですので汚れが付着してしまっていたらねちょっと皮ごと食べるのはためらってしまいますよねですから今回ね、えー、私こうやって水バンバンかけてしばらく置いてこう濡らしたティッシュなどでこう 一粒ずつ吹き上げていくっていうことをやったんですけどそれをやることで薬害が出ていないのとほぼ同じ状態まで復旧させることができましたですからねあのー、どうしても身の汚れをきれいにしたいんだという場合にはこの一番の水をかけると水をかけた後しばらく経ってから濡らしたティッシュやキッチンペーパーでこう拭いていくっていう 作業、セットでやるといいかなと思います。ただね、本当にこの作業、手間と時間がかかりまして、一房、拭き上げていったらどのくらいかかるのかっていうのをちょっと、測ってみたんですけど、普通にですね、一房30分とか1時間とかかかっちゃうんですよね。どう <laughs> 栽培はですね、6月非常に忙しい時期なんで、そんなことやってられないよ って思われる方も多いとは思うんですけども、どうしても、草をきれいにしたいという場合には、その、1番と2番セットでやってみることをお勧めします。ただ、この、吹き上げるときにですね、力加減を間違えないことですね。力強く擦ってしまうと、こちらの皮の方もね、傷がいっちゃうことがあるんで、とにかく優しくなでるように、一度で取ろうとせずに、何度もこう、繰り返す中で汚れを取っていく。 そういう形を取るのがおすすめです。はい。そして3点目ですね。こちらはどちらかというと注意点になるんですけども、ぶどうの果実の汚れが出てしまった場合って、おそらく1日では取り切れないと思うんですね。で、何日かに分けて作業すると思うんですけども、その日の作業が終わるときに、こう、房にですね、水滴を残したまま放置しないっていうのがとても 大事かなと思います。なんでかって言いますと、この、房に例えば汚れがついていたとして、そこにですね、水をこうかけたままにしておくと、その汚れがですね、また水に溶けて、花粉と反応しちゃうんですね。で、その結果どうなるかっていうと、せっかく綺麗になってきたなーって思っても、その残った汚れがですね、水で溶けて、また汚れが広がっちゃうことがあります。私、これ一回やっちゃいまして、 せっかくね、あと少しで綺麗になるってとこまで綺麗にしたんですけど、その日ね、ちょっと最後に水を拭き取るのを忘れたら、次の日来たらまたその水がついていた部分に汚れが広がっていたってことがあったんですね。ですから、その日の汚れ落とし作業を終わらせる時には、房に水を残しておかない。意外と見落としがちですけども、大事なポイントかなと思います。 はい。というわけで今回はですね、どうの薬害、もし出してしまった時に、効率的に身の汚れを落とすためにはどうすればいいのか、ということについてお話しさせていただきました。ポイントは3つですね。とにかく薬害を出してしまったら、可及的速やかに、綺麗な水、まあ、水でその汚れをどんどん洗い流す。可能であれば、流水で流すのが好ましいということですね。そして2点目、水を流しても汚れが落ちない。 頑固な汚れがついてしまっている場合には、濡らしたキッチンペーパーやティッシュなどで、その汚れがついた身をですね、優しく撫で上げるように拭いてあげる。力加減を間違えると、皮の方に障害が残ってしまうこともあるので注意が必要ですが、この2点をやることで、薬害が出てしまった身をですね、出る前とほぼ同レベルまで戻すことが可能ではあります。ただ非常に手間と時間がかかりますということですね。 で、3点目ですね。3点目は、えー、その汚れ落とし作業が何日かにわたってまたがある場合は、その日の作業終わりに、房の方に水滴を残しておかない。水を残しておくと、まだ身に残っている薬剤の方がですね、また新たにブドウの花粉と反応して汚れが広がってしまう可能性があるので注意が必要です。本当にね、 ブドウの薬害なんて出さないに越したことはないんですけども万が一ですね出してしまった場合はこういう方法である程度でしたら果実の汚れを落とすこともできますよということを今回ご紹介させていただきました本当にですねでもこの方法が通用するのはおそらくですね最初の1週間ぐらいだと思いますその1週間を過ぎてしまうとね 今回ご紹介した方法をやってもなかなか汚れっていうのは落ちないです。もうね、身の方にこびりついてしまうんで。ですからね、どんな薬害に対しても共通して言えるのは初動の対処がとても大事ということですね。とにかく水をかけるっていうのはやっぱ一番いい方法かなとは思います。今後もですね、こちらの薬害が出てしまったブドウの方をですね、動画に収めてます。 収穫まで持っていってますので、最終的にね、どういった形になるのか、ご興味がある方は、引き続き動画の方をご覧いただければなと思います。はい、それでは今日はこのくらいで。いつも最後までご覧いただき、本当にありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。バイバイ。